あ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。ちょっと見たみんなあれ例のやつで、そしてその話をもう行くってことでしょ。行っちゃいますよ。今夜はですね、先週水曜日にドコモの最新テクノロジーを駆使して行われましたパフューム世界同時パフォーマンスの研究です。あーちゃんが東京、カシウカがロンドン、ノッチがニューヨーク、それぞれ別々の都市にいた3人が当日の様子を振り返っていきますよ。早いね。さすがですね。うちはね、パフュームロックスってすげえな。すぐ聞けたから私やったぜ。おいパフュームロックス、Perfume Locks starring Perfume。2017年11月8日21時に起こったことを研究せよ。ただいま。ただいま。おかえり。帰ってきたね。あれから今初めて会ったね。初めて本当のお帰り。本当のお帰りがここだったね。すごいね。はあ、ただいま。いや、お帰り。ちょっと生徒のみんなもご覧いただけたでしょうか。うん、11月の8日先週の水曜日21時から行ったドコモさんのプロジェクトフューチャーエクスペリメント、こちらとコラボレーションさせてもらって、うん、パフォーマンスしたんですけど、はいはい、配信しました。生配信。そう、うん、もうこの音もういけ。ドキドキする。ドキドキする。なんか思い出しちゃう。頭のなんか耳の上のところサワサワってし始める。そう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 。まあね、中身は、うん、ノッチがニューヨーク、はい、カシウカがロンドン、はい、で私あーちゃんが東京、うん、でこの東京からね、このニューヨークとかロンドンは1万キロ以上離れてるんですよ、うんうん、なんだけど同時にパフォーマンスをして3都市を通信でつないでタイムラグなく同期させて全世界へ生中継したと。これ本当にすごいことでさ、すごいよね。やっぱ電話とかで話してても、うん、すごいこう遅延あるじゃん。そうなんや、うん、それが同時になるわけないのに、もうみんなそこは承知の上でね、中継つないでたじゃん。だってね、ニュースの人とかもね、ニューヨークのなんとかさんとか言ってもね、うん、その分待ちますみたいな気持ちでもう話してるじゃん、ね、うん、なんとかさん、はい、こちらです。あるなっていう、あるなっていう、それをね、なくして、うん、全く同じタイミングで同じものをパフォーマンスするっていう挑戦をね、うん、すごいよね。だから見てもらった人は分かると思うんだけど、うん、その画面上の中でその東京の部分とロンドンでカッティングされてる部分と、うん、ニューヨークでこうカットされてる部分があったりして、うんうん、それがこう音と合わさって三角形にトン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 って切られてたりとか、いろいろ画面がいっぱい変わっていくんだけど、うん、あそこで踊ってる私たちと後ろの背景はそのライブ、今やってるものが中継されてたと。そうそう、だからああいうさ、うん、何 CG 使ってとかいう映像作品作るときって、うん、必ずさ、立体、うん、何 4D で事前に収録したりするじゃん、うん、するするする、うんうん、あの緑色のスタジオでものすごい数のカメラの中で踊ったりとかポーズしたりとかして、うん、4D のね、なんかデータを取るのね。そのデータ使って本番もパフォーマンスするんだけど、うん、今回何も取らずに、そうなんや、本当に生の私たちだけで作った、うん、マリアルタイムでね、うん、なんかでもこの説明がなかったら、うん、事前に収録されたものなんだよねって思っちゃうくらい、うん、あの本当に1万キロ超えてる距離を感じさせないパフォーマンスのぴったりさ、うん、自分たちでも見てびっくりしたよね。いや、ほんまにドン引きよ。こんなに？いや、練習めっちゃしたよ。死ぬほどした。うん、確かに、うん。もうほんまに今までの中では、うん、もう1、2を争う練習量だったとは思うけど、うん、今までにないシビアさだったよね。そうそうそう。時間もなかったしね。そう、時間もなかった。うん、で、こう遅延があるわけで、うん、だからリハーサルもその場に入って、カメラワークとかこう決まってるわけじゃん、全部、うんうん、カメラの位置も全部決まってるし、うん、けど何回やってもほんま1センチとか2センチとか、うん、ほんまのちょっとのズレで全然合わんくなってしまったじゃん、うん、ね、じゃけほんまに当日もずっと練習しとったし、うん、
あんなにその合わせるってことってこんな大変なんじゃって思ったのは初めてだったかも。そうだ ね、その場で同じ映像を見て共有してるわけじゃないから、うん、画面越しにさ、うん、もうちょっと重心真ん中だねとかさとか、ね、中継つなぎながらお互いをテレビに映して、うん、お互い自分で手元に映像も見ながら、うん、ここの今のそこの角度とか言って、うん、どこただそこをつないでる時はそのドコモさんの技術使ってないからめちゃくちゃ遅延あんのよ。だからこのそこのそれそれって言ってる時にはもう体の角度変わっちゃってんで、ね、え、これみたいな、いや、その1個前のどれ本当に合わせるの超大変で ね、この距離も離れてるんだなってこと、うん、いや、実際私は東京でしたけども、はい、うん、ロンドンとニューヨーク、うん、どうだった？いや、独特な雰囲気。ああ、ロンドン、ゆかちゃん、うん、ロンドンはなぜか本番になって、うん、本番前に、うん、急に NTT ドコモさんの副社長さん来ますのでやめて。いや、もう急に拠点はね、東京だったから、うんうん、基本的な偉い人とか、ね、関係者の方とかはね、方々はもうみんな東京に来てたんで、うん、担当してくれてる方だけがいると思ってたら、うん、急に本番になって8人くらいゾロゾロゾロって、うん、だから妙な緊張があって本番あとは外国人のね、スタッフの方とかもたくさんいたし、うんうん、ライブ会場でやってたの私。そのロンドンにあるライブ会場を場所として選んでやってたんだけど、そのライブ会場にステージには立たずに客席の床のところに三角を置いてやってたんだけど、スタッフさんがステージにいて自分が下にいて、もうそれもすごい不思議な感覚 でやっぱり2人がいないっていうのが違和感あって、うん、何度もこの形で1人で練習してるのに、うん、本番になった時のなんだこの体のぎこちなさみたいになって、うん、すっごい緊張した。でもやっぱり、ね、あの三角に入ると、うんうん、なんだろう、3人の世界な感じがあって、あれ、すごい、そこの三角の中ではちょっとなんかこう3人で1つだから無敵みたいな気持ちになれて、そこの中だけ安心できた。おお、そうじゃない、ここの中にスタッフさん入ることなかったし、ね、先生もね、むしろ入ってなかったから、うんうんうん、なんか確かにうちらの聖域みたいなとこあったかも ね、そう、ニューヨークは？ニューヨークもね、うん、人数は少なかったんだけど、うんうん、そのパフォーマンスしてない時はニューヨークのスタッフさんたちとこう仲良く、おはよう、うん、おはようとか、お朝早かったから、うん、おはよう、よく眠れたみたいな話しながら仲良くやってたんだけど、やっぱあのマイクとイヤモニつけると、うんうんうん、なんだろう、ニューヨークにいるっていう感覚はそんなになくて、ライブの時もさ、うん、ちょっと遠く離れたところで、うんうん、そのマイク使ってお話ししたりするじゃん、うんうんうん、出るところ違ったりしても、ヘッドセットでね、そうそう、イヤモニつけて、そう、なんかその感覚、確かにマイクで話して2人の声とかを聞いてると、うん、3人でいる感じがすごいして、うん、なんかあんまり周りは気にならなくなってくるっていうのはあった、うんうん、確かに、うん、それはもうリハーサルの時からそうだった、私も、うんね、東京もそうだった、うん、たださ、時間がさ、東京は9時入り、朝の9時入りで夜の9時からだったんですよ、うんうん、で、まあ朝からやってっていう、うん、ロンドンは何時だったの？ロンドンは夜12時入りの昼12時スタート、うん、いや、すごいよ、ね、夜中中ずっとそう、夜中ずっとやってたってことだよね。そうそうそう、ニューヨーク、ニューヨークが夜7時入りの朝7時本番、うん、それもやばいね朝7時って本番それもやばいね。間ちょっと時間あったじゃん。うん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 。2時間か3時間ぐらいくらい。本番前ね。うんうん、本番前、うん。あれはどうしとったの？あそこはもうなんか寝たら危ないと思って。うん、一旦ホテル戻って、うん、スタッフさんたちと朝食食べました。ロンドンの朝食、ロンドンで朝食してました。シャレ系すごいな。いや、ロンドンはもうめちゃくちゃ元気だったっていう噂を聞いてて、ね、そう、やっぱちょっと中堅どころの女子たちがもうね、パワフルで、パワフルで本番終わっても寝ないで遊びに行くっていう元気だなすごいよね。いや、ニューヨークめっちゃいたわってくれるから、ちょっとでもどいた方がいいよ今寝といた方がいいよとりあえず寝ときなさいのやつ、いたわってもらって、だから30分とか1時間だけちょっと寝たりとか、うん、ああ、そうなんだ、はあ、顔元気になったみたいな
ごいね、優しさ顔元気。いや基本顔色悪いからもともとのっちはだからでもそうメイクさんも新しい人だったからね。そうだよ、見た時元気だね。しかも取り仕切ってるのがモッサンだから、もともと顔色がすごい悪いからやっぱ心配、みんな心配、みんな心配してくれて心配し合ってね、やっぱ空気感違うね。うん、違ったね。東京はもうスタッフさんの数もやっぱり多いし、さだから知ってる顔も山ほどいるわけ、でその中でなんていうの、自覚はしてるよ一人だってこと、けど一人だねっていうのを自覚しすぎると立てなくなるなってもう分かってたから、その企画を最初に聞いた時からそこはあんまり考えないようにしてた、でなんか練習してる時とかもなんか急にお尻のところとかがざわざわってやばい一人じゃんみたいななんか柔らかいところが鳥肌立ってくるんだよねなんかそういうの自覚し始めると、っていうのがそのスタッフさんに会えば会うほど言われるから、毎回柔らかいとこが鳥肌いっぱい立ってきて、そっちに引っ張られんな引っ張られんなっていうので、結構必死だったの。でもなんかそのリハをさ朝やったじゃん、で時にそのドコモさんとかその NTT さんの偉い方たちがスーツ着てバシバシで来たわけよ、であちら側もやっぱり急にパフォーマンス始まるけ緊張しとる、でもうバッキバキなわけ、客席バッキバキ、ね、でスタッフもうーんっていう子もうまくいくだろうかリハーサルはちゃんとやりたいなみたいなバッキバキで、こっちも一人だけど一人だっていう気持ちを引っ張られちゃダメだなっていう精神でバッキバキだもうみんなメラメラの状態で目飛び出ながらやったわけよリハーサルから、もう終わった時に体がふにゃふにゃになっちゃっていや本当本番どうなっちゃうんだろうって実は思ってたけど、どうなっちゃうんだろうとか言うともう全部がもうなんていうの、下に目も下に下がってなんか口も下に下がって涙が出てきそうだったからなんか自覚しないようにしてたわけ。でその時3人でずっとイヤモニで話してたじゃん、あれは本当に支えられた。あれで落ち着けたっていうか、一緒だからって思ってた、絶対気持ちは一緒だしってなんか思ってたから、なんか本番終わった後マジでもうブワーってなったよね。なった言わんようにしとったじゃんみたいな、でもよかったね終わったねみたいなできたんだねっていう、終わった後すぐさ、あれなんていうの、グループ会話、なんだ、電話、顔見れるやつ、顔見れる、なんなのあの電話、フェイスタイム的なやつ、みたいなやつやって、つなげたいよね、先生とパフュームさんに、4人で、ほんで親も見に来てくれとったけ、ねゆかちゃんのママものっちのママも来とったん、さ、そうそう娘が生で見たいじゃろうに、人の娘見て、ほんで中継のなんか三角形の写っとる娘を見て、でも終わった後泣いとったよ。すごいのに乗り越えとるね言って、すごいことをあんたらやったんよ言って、乗り越えた感あったよね。あったね。いや嬉しかったよ本当に。なんかやっぱりでもこういう技術は素晴らしいし、こんな風に同じ時を過ごせるんだっていう、まあ、進化に対しての感動はあるけど、それによってやっぱ本人に会いたいなとか、やっぱ本人と一緒にパフォーマンスしたいなとか、なんかそういうこうアナログな部分にまた惹かれる部分もあって、だからなんか普段の生活もまた特別に感じるし、当たり前ってないなってなんか思えたなというふうに思いました。はい、まあそんなことでしょうか。じゃあ生徒のみんなの書き込みもちょっと紹介する、はい。じゃあ宮城県18歳男の子、ラジオネームパフューモン15号くん、ありがとう。世界生配信すごかった。すごかったね。時差1万キロの距離を感じさせないぐらいの3人のシンクロ感がすごくて、まさに距離をなくせてました。新曲フュージョンは3人のダンスにリズムに鳥肌が立ちました。挨拶も2回目で合わせてくるのが3人の一体感を感じました。うわそうだよね、パフォーマンス後のね、トークしたんだよね、その技術を使わずに普通にトークをするっていうのはもうひどかったね。1回目は
の事務所の意向で無理やり組まされた駆け出しのアイドルみたいなガタガタのやつ挨拶でしたけども、え、2回目はね、うん、そのドコモさんの技術を 5G のね、はい、はい、なしでなしでなしでその遅延を早くるという自分たちでお互いの距離なんとなく読み取る、読み取る1回目でなんとなくこうだったよねみたいなのを読み取ってやるっていうのあれすごかったよね、よかったよね、すごかったよ、そうそう、ね、東京合わせだから、うん、そうそうそう、ニューヨークとロンドンは分かんないよ、ね、あんまりはっきり分かんなくて、うん、だから完成形が分かってなかったってことだよね、うん、できてたみたいな、うん、そうそうそう、すっごい食って入ってたからすっごかったよ、え、どのぐらいの感じだったの、あーちゃんが温度取りますって言って、うん、温度取るね、せーのって言ってくれた、せーくらいでかしゆかですって、そうなんだ、あーちゃんが今言ってみて、じゃあ温度取ります、自己紹介します、せーの、かしゆかですみたいな、そうなんだ、私はもうそこでかしゆかですっていうのが来てからあーちゃんですって言ってる、あー、うん、のっちは、あ、ちょっとやってみて、歌手、せーのから。じゃあ、せーの、歌手歌です。あーちゃんです。どっちです。3人合わせて。パフュームです。やっぱ。今の完璧な、完璧な再現。完璧な再現。すごくない？マジで。この食い気味。すごっ。仲悪いよね。これはね、つもりないよね。自分が自分がもうね。1万キロ離れたらぴったり合うっていう。そうなのよ。すごいね。そうだったんだ。こっちでは綺麗にできてたよ。すごいね。面白いね。いやー。まだね、ボリューム1だったから今回。そうだね。続きがあるのかな。では皆さん感想の書き込みもありがとうございました。ありがとうございました。この日のパフォーマンスの映像は現在ドコモの YouTube 公式チャンネルで公開されていますので、皆さんぜひ見てみてください。あの遠山校長と芦沢教頭もね、パフォーマンス見てくれたそうですが、うん、いかがでしたか。フュージョン、これ本当家で一人で見て、はい、はいはいはい、だよこれ。本当だよこれ。本当のやつじゃん。本当のやつだこれ。マジで3回ぐらい言って、3回目で気づいた。あ、俺独り言すげえ言ってるわ、デカめにって。それぐらい。わあ、いいっすね。驚きおののいたね。いや、僕も奥さんと2人でテレビ画面にかぶりつきで見て。そうしたらなんか何より技術もすごいけど、うん、この3人やっぱすげえなってことになり、ね、ここだね、で全部違う場所でものが1個になってるのに、うん、そんな感じがしないことがまずすごいじゃないですか、シンクロ率というか、うん、そうだね、それもちろん技術がねぴったり時間がこうほとんどないんだっていう感覚もすごいけど、それ以上にあの3人の呼吸がすごいなということにただただ感動しちゃいましたね。今のその最後のね挨拶のやつもそうだけどさ、うん、はいはい、ね、すごいよな。だから俺もう丸10年なわけ、うんうん、俺はい、そのパフュームを知って好きになって、うん、そうね、でずっと何度も何度も、はい、こんなの今まで見たことねえぞっていうのを目の前に提示してくれてるわけ、うん、そうか、その都度わーってなってるわけですもんね。冷静に考えたら奇跡以外の何者でもないなと思うんだよ。10年間何にも変わらないものもあれば、はい、ずっとずっと大きくなり続けて、今角度が変わってたりとかもあるんだけどさ、はいはいはい、いやー、だからそんな Perfume とこの同時代にいられること、うん、はい、そのチーム Perfume の皆さんもね、そうですね、さんから美彦先生から、うん、ライズマンの皆さんからもすごいし、すごいチーム感がすごい、本当にね、もっとたくさんで話を聞けるならすごいよ。そしてそうだね、ありがとう、本当にこんなタイムリーで聞けることないからね。嬉しいよ。そんでずらし方の再現がうますぎる、あんなうまいことずらすのは再現できないだろう。ボリューム1がだからね、あれだから2も俺は多分あると思ってる。いや、真似しなくていいよ、パフュームの。明日のこの時間はスクローブロックの進路の大王アレキサンドロス大王が登場、アレキサンドロックス。現在アレキサンドロックスではドロス先生明日また〇〇という授業を展開中。明日またに続く言葉を募集しています。優秀作品を送ってくれた生徒には今聴いてもらっているこの曲、明日またのリリース日11月29日にちなんでいい肉をプレゼントいたします。詳細はアレキサンドロックスのサイトから見てください。School of Rock!